SBM オフショアはオランダスヒーダムに拠点を置く多国籍企業。会場での原油や天然ガス等の掘削を行う際に用いる石油プラットフォームの販売及びサービスを主な事業としている。SBM オフショアの前身は1950年代前半に会場での作業から始まっており SBM オフショア自身も物部位の先駆者となった。 SBM オフショアは、浮遊式生産貯蔵出荷設備をリース、運営しており、自動線保持装置付きの掘削船、ジャックアップ式リング、会場用のクレーンにも携わっている。ユーロネクストアムステルダムに上場している。SBM オフショアは、フップスを通して、石油やガスの掘削、生産を行う、初の会社であった。 フップソのリースや運営を通して企業活動を広げ、SBM は今では世界最大規模のフップソを保有、運営している。フップソ以外にも海洋設備の設計、運営、警備、メンテナンスを行っている。近年、リンド AG と提携し、天然ガス用のフップソの生産が増加している。SBM オフショアはスカドム、モナコ、クアラルンプール、 ヒューストンの4カ所から主に事業を運営しており、世界中では3000人を超える従業員を雇用している。2009年8月18日、SBM オフショアは、ロイヤルダッチシェルに液化天然ガス採掘プロジェクトのためのタレット軽流装置を提供する契約を交わしたと発表した。契約期間は15年間であり、このタレット軽流装置において天気に左右される。 ことなく、一年間で、液化天然ガスを350万トン生産する、予定である。ABCD、アニュアルレポート2008、SBM オフショア、2009年6月12日閲覧。公演、ML、I、チェシー、カランド、NV、インターナショナルディレクトリオブ・カンパニー・ヒストリーズ、ザゲイル・グループ、2008年12月27日、閲覧。 デール、SBM オフショアイズライクリーツーウィン69ドルミリオン、ペトロブリス V オーダー。ブルームバーグ、http コロンスラッシュスラッシュ www. ブルームバーグ .com スラッシュアップススラッシュニュース、ピドイコール千万八十六シドイコールアジアフト、レイ・ g ー・ビー・ m ア・ンド、リファイコールラテンはアメリカ2008年12月27日、閲覧。リンド、SBM 引退。 アップツーオファーリキファイドガスプロダクションオンオフショアフラッツアフクスニュース http コロンスラッシュスラッシュ www.forbes.com スラッシュマーケットスラッシュフィーズスラッシュ afx スラッシュ2007スラッシュ09スラッシュ20スラッシュ afx4138503.html2008 年12月27日閲覧ありがとうございます